そしたら、まあ、ちょっと、釣った後に、たくやさん、エンジン来ていただけますか。なかったね。あ、来た、嬉しい。停電は見ちゃダメなんでね。主人のためにはちょっと先よ。ライボー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 。シュー。珍しい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 。リンさんじゃない、珍しいと思って。あ、違う。ヌーを右に持っていきました。ヌー右です。釣るか。釣ってみますか。釣ってみますか。やりました。それは良くないな。おかしい、おかしい。みんなのヌーだよ、だって。右に、みんなのヌーを右に持ってきます。許せねえな。みんなのヌーを。左にやってほしかったな。ヘイトカウリン。オッケー。またかよ。またかよ。強っ。あら、行ってんの。現行犯です。はいはい、あら、これさっき言ったで。シャワーだね。シャワーです。現行犯って誰現行犯ごめんなさい、スナパイさんが、シャワーからアーカイブに上がってきて、僕がアーカイブからシャワー行くと、そこに煎茶の死体がありました。シャワーからアーカイブに上がってきてって言ったよ。シャワーからアーカイブに入ってきて。だとしたら、ノア君嘘ついてます。カメラ見ていて、アーカイブに、スナパイさん上がってきていないです。いない。で、私とヤミちゃんがいるアーカイブに。うん、見てる見てる。違う違う違う、ちょっと待って待って。あ、だったら、はい、入る前かもしれないですね。僕とスナパイさんがすれ違ったのが、正確に言うと、僕がアーカイブからシャワーに降りたときに、タオルタスクのところから下に上がってくるスナパイさんとちょうどすれ違って、その下に、センちゃんの下って感じです。あ、いいですか。ノア君。あ、下から上に上がってもう一回切り返してシャワーに戻ってった動きに僕は見えてるんですけど、あ、僕は焦ってレポートしてるようにしか見えないな。あの竹谷さん、そんな僕釣ってもいいんで、竹谷さん、スナバイさんは繋がってると思ってるんで、あ、それぐらい強い意志で僕は持ってます。ノア君、あのさ、俺タオルタスクをやっていたんだけど、はい、それは見てる、はい、いや見てないです。僕が見たのはスナバイさんが動いてるところと一緒にすれ違ってる感じです。なるほど。はい、誰か拓也さんがカメラ見てるのって見てますか？うん、僕がエンジンで光ってるのは見てます。うん、あ、ありがとうございます。見てます。ノアも。ありがとうございます。そう、あのまず僕はノア君の証言がちょっと僕は違うなと思ってるから言ってるだけで、スナップと被ってるわけではないです。まず一つ明確な違うのが、僕はシャワーから上がってアーカイブ入ってって竹谷さん言ったんですけど、僕はその前アーカイブでヤンミさんとミオさんを見た後に停電が鳴ったので貨物の方に切り返して、ラウンジで直ったのでまた戻ってそのままノンストップでシャワーに行ってるんで、まず動きも全然明確に食い違ってます。下から上にも行ってないってことですか？言ってないです。ちょっと待って、ごめんね、ノア君待ってね。俺がアーカイブに入ったことを否定できる人はどんぐらいいますか？やめた、見た。いや、いや、ちょっと上の方にいたんだけど、ヤンミミオはね、上の方に、のタスクやってたので、なんともだけど。スナパイ参戦でもその期待値はあってそうなんですか？直近的に。直前、タオルタスクを終えて下に降りるセンちゃんぐらいを見てたぐらい。これノアタクヤの議論はいらなくない？なんか、いらない、まあ、いらない、嘘ついてそうってだけで、別にノア君がスナパイさんがやってたのを見てるかどうかの話でいいんじゃない？そうそう、スナパイさんとノア君の場でもういいんじゃないですか？ごめんなさい、じゃあ見て、やった瞬間を見たわけじゃないですけど、本当に、スナパイさんが動いてる。だよな、現行犯って言うからおかしいなと思ってた。うわぁ、マジか。ノアさん、私のスナパイさんと現行犯じゃないって話だから、どっちでもいいかなと思っちゃった。ドラしましょう、ドラしましょう。わかんない。じゃあもう、大丈夫です。いや、いらない、いらない、いらない。頑張ってくれ、あとは。
お土産かこれ。あー、シャワーです。うん、お土産か。お土産かな。え、まあ、じゃあミーティングに僕いますよ。いや、いないいないいない。あ、じゃあそれはお土産でいいです。ミーティングの場合さん、いないいないいない。スナポイさんなんだ。え、いたいたいた。いないいた人、いた人全員いますって。あの、あ、だ誰ですか。セルフィーリンハシケンです。あ、違います。シュネさんもいました。あ、シュネさん、私はミーティングから。シュネさん今。え、ちなみにスナポイさんミーティングの最後どこにいますか。ミーティング上がったとこ。あ、僕最後その辺まで行ってていないんで。あ、私もうあの降りちゃって実はいないんで、まあ、エンジンです。一応下位置はしましたね。これ倒れたくんだと思ってた。いや、一応なんですけど、タクヤさんはあの、うん、今回米直してるんでマット、いや直せるか、それは直せるか、直せるか、あれです、ね。あ、じゃあ一応さっきスナパイさんに2票入れたのってノアくんと誰ですか。あ、違います。私です。私と。しゆねさんじゃないですか。あ、じゃあノアさんは高谷さんに入れた、高谷さんも2票入ってましたよね、うん、ですかね。そうそう、あ、僕、あ、入ってたっけ。スキップ2票、あ、じゃあノアさんスキップ。でも多分さっきの議論から、いや、俺はね、高谷さんまで人海だと思ってるけど。あ、ごめんね、うん、自分、さっきみおさんも、ヤミさんも言ってたと思うんですけど、ノア君の証言がおかしいと思っていて、スナパイさんがシャワーからアーカイブに入ってきたっていう動きと、僕はノア君が下から上に行った動きをちゃんと見ているので、そこのところは食い違ってた話だったと思う。ごめん、食い違ってるはどこは別にいいんだけど、うん、それはまあ、タケッチの証言がいいんだけど、議論すべきところがそこじゃなかったから、タケッチの議論の仕方を疑ってて、その上でスナパイさんと繋がってるって。いや、だってさ、結局さ、スナパイさんとノア君のローラーだったと思っていて、それだったら人外から先にするんだったら、ノア君からっていう主張したかったです僕は。いや違います、ね、あ、別にいいよ。それはそう、受け取ってる。違う、受け取ってる、受け取ってる。その上でそれを伸ばしたからってだけだから、うん、これだけ。拓哉さんが言ってることは理解していて、うん、その議論を持ってきたこと自体黒いよって話。意味わかります。ずっと引っ張りの内容を言ってるんじゃなくて、内容じゃなくて、ね、いいですか。どうぞ。拓哉さんを強人だと思ってる人ってどれくらいいます。はい、割りかし、うん、割と、うん、はい、そしたら、うん、ちょっとスナパイさんを釣った後にタクヤさんエンジン来ていただけますか。OK、うん、です。行きます。OK、行きます。はい、最後にさっきのその千野さん切られた時に停電直したのって誰ですか。はい、ノル君。はい、あれもう一人だけ返事したの。ちょっとびっくりした。ナルクはマット指定されてるってことですよね、はい、一応タクヤさんじゃなかったとしても。はい、え、でもマットは直す、停電は直ってないよね。ハイデマも触っちゃダメ。ボタン行きますね。一応行くわけねえんだよな。じゃあな。行くわけねえんだよな。行くわけねえんだよな。いや、おもろいなぁ。ほら。俺だって釣られれば一人持ってくるもん。1キルみたいなもんだよ。闇さ死んでる、闇さ死んでる、闇さ死んでる。もう釣りました、タクヤさんは。うん、タクヤさんは釣りました。さて誰にしようかな、誰を釣ろうかな。タクヤさん釣ったら4人1陣外ですよね。そうで、誰が1人釣られますね。今の闇さんの話、あの死んでるってセルフィーさんが言ったのはどういうことですか。それだけバイタル見てて数えてて7秒前に死んでます。7秒前。はい、あ、でもね、ハシケンさんは無理っぽいな。シュネリンは無理ですね。あ、そうそう、シュネリン、ハシケン、エンジンにいたんで、もう無理で。セルフィーですから、まあそう。で、ちなみに最後、同期右で停電直して、ナル君で僕一緒に直す。そう。だから、あの、セルフィーさん釣ろう。セルフィー君これ、だから、シュネリン隠しろで、ハシケンがナル君見てたわけでしょ。いや、無理。じゃあ僕がインポスターだから僕釣りましょう、じゃあもうこれ。僕釣るしかない。そりゃしゃあ。それは使わないし。それはしょうがない。しょうがない。いや、あのね、その詰まり方おぼろすぎる。ゆうゆうでね、アドミン見てたら右にちょっと散ってたから、切ってバレないかなと思ったんだけど、伝わったよね、最後。いや、エンジンずっといたよ。エンジン3人いるの、右が。ちょっと。やんたするな、全然分かってなかったのに、セルビー君のことが。いや、急に現れた。タクヤさん釣るんだったら一種落ちるから1キル通せばワンチャンあるかなと思って。そうね、通すしかないので、ね、うん。いやでもマットだからね。
エンジンに集まっちゃってたからね。そう、エンジンみんな見に集まってたから、うん、もう。3、1、1で、バラマン、そう、そのなんか残りの散らばってる人戦おうかなって思ってたら、切ったら、なんでそんな固まってんねん、また。無理。いや、合流しちゃったよな、ちょうど。合流の仕方がね。矢印馬勝利だ、これ。みよちゃん、ごめんね。